MNSPATV。こちらはですね、ラジオネームサービスカード高柳さんが、はい、映画ドキュメンタリーオブミューコミプラスアイドルの涙アナウンサーのいびきスタート書いていただいてますね。なんて言うんでしょうね。ノーギャラなのに、今日休みの放送作家がわざわざツイッターに登場しているという、ありがたいですね。番組スタッフのサービスカード高柳でございますが、生放送スタートです。どうも、日本放送アナウンサーの吉田久則です。SKE48 乃木坂46の松井玲奈です。はい、今のこう、ドキュメンタリーオブっていうの分かんない人には何も分かんないと思うんですけど、はい、あれですよね、SKE の初めてのドキュメンタリー映画が公開に。はい、現在公開中ですね。なったんですよね。なりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ここにそのパンフレットもありますけど、はい、アイドルの涙 SKE48 っていう作品なんですね。ね、こう松井樹里奈ちゃんと松井里奈ちゃんが、はい、こうドーンと会って、でスタッフ見たんでしょ？見ました。今日の放送作のダビちゃんも見て、ありがとうございます。で私このパンフレットの中でなんと里奈ちゃんと対談させていただいてるんで、対談させていただいております。一足早く見て、はい、僕ら全員の感想が、あ、ミューコミの里奈ちゃん違うんだって思う。いや本当これは趣味です。この番組趣味ありがとう、はい、知ってる知ってる、俺たち本業に見えるじゃん、はい、全員趣味素敵な番組です。そういう番組なんですか。だから本当になんかドキュメンタリーの中は笑ってる顔とか少ないんですよね。全然ないよね。全然笑ってないですよね。おう、なんか辛いか苦い顔しかしてないから。そう、なんか本当に泣きそうとか、はい、でアイドルの涙ってつまりそういうことですもんね。まあそういうことですね。頑張ってる中で出てくるその涙が素敵みたいな。やってる中でこうね、なんかこうパンフの中もさ、こうインタビューとかに答えてるんですけど、はい、すごいんですよ。アイドルに対するインタビュー、はい、いくつか僕抜粋してもいいですよね。そうですね。ただ、ね、分かりやすいですね。こう愛読書とか、愛読書のところ行きましょうか。なんかこう西の魔女が死んだとか書いてることがいるんですよ。ああ、ぽいですね。アイドル的にはいいっていう。ですね、例えばね、誰がそれっぽいかな。すごいですよ。須田あかりちゃん。あかりはすごそうですね。細かいですよ。ドラゴンボール。梅津和夫さん、はい。ミステリーやキュンとする小説。あ、ちゃんと一言添えるわけですね。コメントもいろいろあります。もう他もだってすごいですよ。いろんな、例えば。920、すごいね、須田かりちゃんが、はい、そう、見た目変わった、見る目変わったんですよ、すごく。はいはいはい、映画見て、すごいわ、この人と思ったんですけど。ちゃんと考えて、うん。まあ、ある意味、アイドルとして発信をしてるんですよね。これ完璧ですよ。だって、男性の、はい、どんな仕草にキュンとくるっていう、はいはいはい、質問に対する答えが、ご飯粒を残さず食べるところですよ。これ昔から言ってる。100点。私それなんて書いてます。これ100点ですよね。すごい雑に書いてます。まず松井玲奈さんの、愛読書なんですけども、はい、星の王子様。はい、これアイドルっぽいですよね。はい、これアイドルっぽいです。ただもう一つ、なぜ羊泥棒を入れるんですか。伊藤さんの本なんですけど。いや、すごい心に響く教訓がたくさん書いてあるわけですよ。そうなんだけど、はい、なんて言うんだろう。アイドル可愛いなじゃなくて、この人底知れねえって思っちゃうタイプの本は。高低差が激しいやつですね。そうだよね。で、男性の、でもキュンとくるところは、笑顔って書いてあるんですよ。あ、これは結構アイドルっぽかった。ね、よかった。ここはね、まあ、ただ須田さんがすごいっていうの言ったんですけど、はい、例えば、でもただすごいな、知られざる名古屋のおすすめスポットを教えて、はい、須田さんすごいですよ。須田あかりって書いてあるんですよ。私のところへ来いと。アイドルと。それに対して松井玲奈さんはですね、リニア鉄道博物館に。ガチ。いや本当に握手会の会場とこの、リニア鉄道博物館目と鼻の先なんですよ。だから空き時間にみんな行った方がいいよっていう、そういうおすすめなんですね。リニア鉄道博物館で、あ、いや、行った、そこ行ったことある。何でしたっけ、なんとかメッセ、幕張メッセのすぐ近くですね。幕張、ポートメッセだ。もう幕張メッセ、東京だった。東京と、千葉、持ってるけど千葉。千葉。そう、ポートメッセ名古屋です。で、ポートメッセ名古屋の目の前にありますよね。俺、そういえば、あれだ。まどかマギカ店の司会した時に行きましたね。はいはいはい、はい。で、ありましたね。あそこがおすすめだと。私は、あそこにあるゼロ系新幹線を、まだ工事中の段階で見て、なんと素晴らしい乗り物なんだと気づいて、そこがきっかけに鉄道が好きになったので、あそこは私にとって鉄道の聖地なんですね、ある意味。すいません、今映画見られた方多分混乱してると思いますよ。そうですね。全然関係ない。あの人と同じ人ですよ。じゃあ、それじゃあ、そんな、松井玲奈さんと一緒に今日も生放送でお届けしましょう。参りましょう。日本放送、ミューコミプラス。
して、こちらはラジオネームミスターモチベーションさんが、はい、そういえば昨日立川でヨッピーに会った時、身長と手が意外と大きくてちょっとびっくりしたっていうふうに言っていただいてますが、そうなんです。この3日間連続で実は本出したので、本屋さんの店頭に行かせていただいておりました、来てくれた方本当にありがとうございます。千葉立川八重洲と言ってきましたが、日本放送アナウンサーの吉田ひさのりです。 SK48 乃木坂46の松井玲奈です。はい、僕も本屋さんが好きなので、普通サイン会行ったら著者の人ってかっこよく買えるらしいですね。待ってみるじゃんみたいな感じで、あ、はいはいはい、ごめんなさい、漫画6冊ぐらい買って帰った普通にあれもこれもって、あれ、ま、やんじゃんでやってるヤスミーンって面白いね、あれね。え、知らないです。え、面白いんですか。もうなんかライオンが王国を築いてしまって、それをトムソンガゼルがひっくり返そうとする話面白い、これは教えてもらわなきゃ買わなかったと思ってますけど、まあ、僕もそうやって趣味でほぼ日々過ごしておりまして、はい、松井さんも趣味でこの番組やってくれてますが、ます、でさっき冒頭に今日、ギャラ出ないのにツイートしていた放送作家サービスカード高柳が今激推しのユニットが、今日のゲスト、あゆみくりかまき、はい、はい、すごい名前ですよね。さっきご挨拶しましたよね、はい、何がいましたか。クマでした。クマでしたね、はい、第一印象クマです。クマですよね、ベアーが今日登場しますので、はい、どういうことかは後ほど驚いていただきましょう。じゃあそれでは、今日はですね、れなちゃんがミュージックステーションで靴を飛ばしたことでおなじみの3月31日リリースの SKU48 の新曲でスタート。これラジオネーム直樹さんという方が今、はい、こけしぶきたこれっていう風に略してるんですけど、つまりこけティッシュ渋滞中で、ああ渋滞の渋滞って渋いだから、ああ一応略すとそうなるんですよ。あとこけしっていう人もいて、ああ握手会でそれ言われてダサいからやめてって言っちゃって嫌じゃないですか、こけティッシュ渋滞中こけしって。こけティッシュ渋滞でも、まあでもこけティッシュ渋滞中長いな。こけじゅ、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 今日が皆さんコケ銃でコケ銃になりました今、なんでリア銃とかみたいなコケ銃わかりました、コケティッシュが非常にたくさん身の回りにあるということです。そうです。コケティッシュってのはもともとなんでしょう、ちょっとなんですかね、なんだろう、色っぽいみたいな、そういう小悪魔的なっていうです、ね、ですからね、そういうものがいっぱいあると。でこれ珍しく今日ハガキをいただきました、はい、こちらは福島県のラジオネーム片道52円さんからいただきました。結局ミュージックステーションで飛ばした靴は、晴れになったのか雨になったのか教えてくださいと。覚えてないんですよどうやって落下していたかは横になってましたね、つまり曇りってことだこれでも別に占うつもりじゃなかったんですね。占うつもりじゃないです、横になって怒ってたらしいですけど、これに関してですね、コメントがついていました、はい、ミュージックステーションではこの飛ばした靴、これについて振り付けの牧野アンナ先生のコメント、はい、レナの靴飛ばしわらっていうのもついてて、あれ飛ばないようにゴムで止めてるのに飛ぶってとこに、レナの気合を感じます、しかも誰にも当てずに飛ばす、ここ大事と、一定の評価をしてくれて初めてです、靴を飛ばして評価をもらったのは誰にも当たってないの素晴らしいですよね。当たってないですね、一応なんかこう、まあそのゴムバンドみたいなものにして靴を飛ばないようにするわけですね、でも最後のアウトロで思い切って蹴ってみたらスコーンってどっか行っちゃったわけですねでしかもアウトロですよね、アウトロってことはもうこの後踊り続けるわけではないっていう一番最後のところだから、あれだ、今日はなんだろう、試合終了前にゴールシュールで終わっとこうみたいなとりあえず蹴っとけみたいな攻撃的なチームですね、という、まあ、そんなですね、レッスンの裏側なども分かるドキュメンタリーオブ SKE48 は現在全国公開中でございます。はい、ツイッター上でもうみんながコケジュ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 っていう風に今シャープ MC12 につけてつぶやき始めてくれておりまして、あれなんか新しいポケモンみたいだよね、コケジュコケジュそうですね、コケジュが、コケジュジュみたいのになんか進化するみたいなコケジュゲットだぜって言えそうってことで、日本放送アナウンサー吉田ひさのりと SKE48 乃木坂46の松井玲奈がお送りしているミュンコミプラス、スタジオの、絵面が変ですお送りしている日本放送ミューコミプラス、今夜のゲストはミューコミプラス初登場のあゆみくりかまきの皆さんです。はい、私たちは関西の森から降りてきました。歌うたいのあゆみと DJ のくりかと盛り上げ役のまきで、あゆみくりかまきでーす。
松井さん、まず一言ご感想。ご感想ですか。はい、いや、あの役割が決まってるんだなっていうので、あの盛り上げ役は声が枯れてる。あ、違う、そうなんです。あ、違いますか。あ、枯れてます。あ、ですよね、はい、頑張って盛り上げてるんだなっていうのすごい伝わってきて。連携が、連携早かったですもんね。連携早かったです。あのスタジオの見た目で言うと、はい、熊の被り物って言っていいのかな。被り物に見えますか。あの一応僕は、じゃあ僕から言いますね。はい、被り物に見えます。あ、見えますか。被り物に見えて、はい、そして手にはめてるものが手袋に見えます。手袋に見える。そして手にはめてるものが、黄色のバスケジャージに見えます。あ、なるほど。3人とも、1個だけ正解ですね。一問正解です。どれですか正解は。黄色のユニフォームは正解です。黄色のユニフォームは正解です、はい、バスケジャージの正解だけども、バスケジャージは正解。あのこの頭の周りのものと手に関してはどういう、はい、あ、これはあの皮膚です。あの私たちあの生まれた時からクマなので、はい、皮膚なんですよ、かぶり物じゃなくて。皮膚なんですね、はい、私たちが今目の前に見てる顔と、はい、頭の上にもこの顔はあるけれども、はい、それは2個顔があるように見えるのは錯覚ってことですね。錯覚です。皆さん錯覚です。錯覚です、はい。そして、僕一つだけ思ったんですけど、はい、ラジオですから、一つ、まあ、その状態来ていただくと大変ありがたいんですけど、はいはい、あの少なくともさ、手元のマイクのスイッチその手使いづらくないかな。大丈夫ですよ。今冷静に思ったのが、はいはい、あの普段の歩みくりかまきの俺、僕一度だけ見せていただいたことがありまして、普段のじゃあちょっと一応パフォーマンススタイルというのは、はい、歌と DJ と盛り上げ役でいいんですね。そうです、はい、はい、で思ったんですけど、うん、DJ やるじゃないですか、はい、熊の手って DJ に向いてない系の。それはよく言われますね。あのやっぱり滑りやすいから、あの音止めちゃう時もあります。滑りやすいから音止めちゃうんですよね、はい、実際今日のライブも止めました。なんていうんですか、あの DJ の方というのは基本的にこう音楽をかけて、はい、でなるべくこう止めないことが大切だと、はい、これでお客さんを踊らせるのが仕事だからと、はい、いうことなんですけど、うん、そこのデメリットと引き換えにしても、はい、あの熊である自分は譲れない。譲れない、うん、だって熊ですよ。熊はもう取れないです。取れない。熊なんですもん。ですよね。僕らが人間に以外のものに変わろうと思っても、そうそうです、いや僕は熊ですって言っても前は人間だろうと。そう通りです、うん、ね、はい、でもう飲み込み良くてありがたいみたいな。嬉しい。ただね、はい、ただユニットが可愛いって声で思ってた。可愛い。でね、あの、でただもう一つポイントなのは、はい、今日一応確認したんですけど、はい、皆さんはアイドルなんですよね。はい、アイドルです。はい、はい、アイドルの DJ ユニット。そうです、うん、アイドルの DJ ユニットということは、うん、普通はアイドルは自分たちのオリジナル曲だけを、はい、まあ、振り付けとかして歌うじゃないですか、はい、じゃないですよね、活動スタイルね。そうなんです。2パターンなくて、そうそう、もともとクリカが DJ で、あの、あ、マキが盛り上げで、はい、オリジナル曲ない時からずっとライブをさせていただいてて、はい、その時はずっとひたすらそのアーティストさんの曲をかけて盛り上げるっていうライブをしてたんですよ、うん、ちなみにどの辺かけてたんですか曲。あの、うん、マミザミシャンさん。本当に好きなんだね。はい、もう大好きなんです。ミクシャロックはもともと好きなわけですよ、ね、あ、もう大好きです、うん、もう前津さん特に好きで、やっぱり狼さんじゃないですか、うんうん、熊じゃないですか、もう肉食獣としての心配してる。そうですね、やっぱり親近感もちょっと勝手に持ってる部分もありまして。だよね、生肉だよねみたいな。そんな感じ。生肉でみたいな。そうあっ、でも同時に、はい、あの音楽も好きだったわけですよね。大好きでした。そうじゃないとその活動の方法しないですもんね、普通の中で。そうですね、もともと始めたきっかけは、CD とかを聴いてて、あの曲感が嫌やなって思ったんですよ。嫌やなっていうか、曲感があるから、うん、なんか曲の間にちょっと気分が下がってしまったりとかもするなと思って、うんうんうん、で自分でつなげてみようと思って始めたのがきっかけなんですよ。じゃあ誰かに DJ 教えられたとかじゃないの。そうですね、もともとはその本とか見てて、で、うん、親グマが DJ できるから、うん、親グマに教えてもらったりとかもします。新しい要素が。親グマって親グマというのは、はい、遺伝学上の、いわゆる僕からすると、例えば吉田民夫という親がいるんですけれども。そうですね、あの親グマです。親グマが DJ やってらっしゃったんで、はい、教えてもらった。教えてもらいました。はあ、でこうやるとテンションも下がらないでしょと。そうですね、確かにみたいな。自分の好きな曲をかけられるぞと。そう、で2人でやってて、はい、で、DJ と盛り上げ役だった。そうなんです、盛り上げ、あの、すみませんが、自分でツーマン DJ とかもいるじゃないですか。はい、ね、あの、そういうことをやろう、バックトゥーバックみたいなのやろうと思って。いや、もう私多分リズム感がなくて無理やなと思って、で、くーちゃん家に遊びに行ったんですよ、はいはいはい、で、くーちゃんが DJ 流してる時に、うん、めっちゃ合いのって入れてたんですよ。ヘイヘイみたいな、カモンみたいな、
そしたらすごい面白くて、うん、くーちゃんもこれいいやみたいな。そう、また愛の手がうまいんですよ、うん、愛の手がうまいね。盛り上げるポイントをなんか自分でパッと思うんで、それで、あ、じゃあ私ちょっとくーちゃん DJ やった時盛り上げ役でちょっとやってみひんっていうのがきっかけなんですよ。で、それが、2人とも偶然クマだったから、そうなんです、こうなってるわけですね。もう意気投合して、イエーイ、全てが意気投合してるんですよ、はい、そうか、今もう出た瞬間にあの音がパスンって聞いてるいい感じのパスーンと。さあ、肉球パーですね。肉球パー。そうね。で、はい、ただそれだけだったら、はい、それだけでもかなり珍しい現象じゃないですか。そうですね。ね、さらに、はい、あゆみさんがそこに入ったわけです。はい。あゆみさんとはどう出会うんですか。あゆみはもともと事務所の研究生やって。待って、クマだよね。あ、そうです。クマなんですけど。クマ事務所。はい、クマ、そうですね。某クマ事務所にしましょうか。クマエみたいな。今回そのクマ牧場ってあったよね。北海道に。そう、多分ございます。多分ございます。はい、関西からやってきたんですよね。あ、そうなんですよ、関西なんですけど、それで関西にある熊牧場ってことですよね。関西にある熊牧場も、そうですね、関西の熊牧場、研修生だったんですか、研究生。そうですね、あの実は都会の熊牧場なんですけども、都会の熊牧場、はい、うん、研究生やって、その時に同じ関西出身ということでめっちゃ仲良くなって、で、あゆみ自身も一人でライブ活動してたんで、あのクリカと二人で人間に化けて遊びに行ったんですよ、ちょっと待って、はい、また新たな要素が一つ、すいません、そうなんです、たまに人間に化けられるんですね。化けられるんですよ。これは私もリアルにゆりくま嵐を見てるような感じ。今あのアニメでユニクマ嵐っていうのをやっていまして、あ、やっぱり知ってますか。知ってます、人間に化けて、化けたんですね、人間に。そうなんですよ、化けて遊びにっていうか見に行ったら、そのあゆみの歌声に惚れ込んで、半年間くどいたんですよ、メンバーになってって。人間に化けてきた2人だったんだけども、あれ自分クマかもっていうのに、それにだんだん気づくわけですか。そうです、自分の中にあるクマに気づきました。自分の中にクマ、ウェアインサイドミーみたいな、そうですね、気づいて、で、それを気づかせてあげたわけですよね。めっちゃ気づかしました、半年間、チク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 って。で、それで、あ、クマだ、クマだ、自分を解放しようと思って、クマになりました。クマになって、もうそしたらもうすぐユニットを、はい、組むことになり、はい、で、組み始めたら、今、なんかすごいんですよ、あゆみくりかまき。ね、去年の夏、ロックインジャパンとか、サマーソニックとか、散々出てまして、で、なんか去年、あれでしょ、なんか楽屋で話題になってたんでしょ、あのロックインジャパンの楽屋とかでクマがいるっていう話題に名だたるアーティストが、どうやらおいクマが出たぞみたいになって、いや、こんな海浜公園で出ないだろうみたいなことになっていたらしい。ちょろちょろしてましたね、3度目。あゆみさんが入ったことによって、はい、あれね、オリジナル曲歌えるように。そうですね、あのオリジナル曲あったんですけど、やっぱ歩みが加わることによって曲調もロックに変わってきたので、もともとロックが好きだったんで、今本当にやっててすごい楽しいですね、さらに。で、だから今はもう人前でこう DJ としてもちろん曲をかけて、そのトラックに乗って歌ってもらい、そうです、そこに合わせて盛り上げてる、盛り上げてますっていうことですよね。はい、すっごい、もうなんかもう盛り上げてますってところに全く迷いがないね。命かけてます。命かけて、はい、なんとですね、この3月に、はい、メジャーデビュー、はい、ありがとうございます、されます、3月4日、ありがとうございます、嬉しい。曲名、これ誰に紹介してもらえばいいんですか。はい、はい、あ、じゃあお願いしてもいいですか。なんと曲名は、せーの、シャケシャケシャケ。はい、今何か間違ったと思った方、正解です。全部漢字でサケサケサケと書いてあって、ほど長谷みたいな感じで、お茶漬けみたいですね。そう、つながりになってますけど、ね、すごいですよ、俺このタイトル、あの、なんだろう、マキシマムタホルモンのツメツメツメ以来の衝撃です。じゃあその曲を聴いてみたいと思いますんで、はい、じゃあ改めてこの曲かけたりするとき、多分ライブ中にやったりできるわけですよね。そうです、ライブの時とかも曲紹介してると思いますんで、はい、ではお願いいたします。それでは聴いてください、あゆみくりかまきのメジャーデビューシングル、せーの、シャケシャケシャケ。なるほど、ラジオネームレイさんって方がこれ多分今初めて聞いてくれてると思うんですけど、はいはい、あゆみくりかまきの今シャケシャケシャケを聞いて、はい、シャケ渋滞中ってつぶやいてくれてありがたい、確かに並んでる、確かになー、はい、これは3月4日にリリースになるんですけど、はいはい、これはオリジナル曲です、ね、これは、はい、ね、オリジナル曲、そう、こともあろうにですね、天狗ボーイ、あの井上嬢が作ってる曲、そうです、作詞してくださいました、よくあんな埋もれた天才に気づきますよ。素晴らしいなと思いましたけど、はい、
ただオリジナル曲だけじゃないわけですね、普段のライブパフォーマンスで。そうですね、2スタイルライブスタイルがあるので、その別会場によってライブスタイル分けたりしてます。2スタイルって何スタイルと何スタイル？DJ スタイルっていう、さ、クイカが DJ でいろんなアーティストその曲かけて、あゆみとまきが盛り上げるっていう DJ スタイルと、あとオリジナル曲を歌うライブスタイルです。じゃあオリジナル曲の時はどうしてるんですか、クイカが？歌ってます。あ、そうなんだ。はい、もう、まっちゃんもくちゃんもあっちゃんも歌ってます。あ、その時は3人ボーカルスタイル。3人ボーカルスタイルなんですね。はい。ちなみに DJ スタイルの時は曲とかは誰が選んでるんですか？佐藤で YouTube とか見てるんですけど。佐藤してます。はい。佐藤です。クマチューブだ。あ、クマチューブ。クマチューブにしよう。クマチューブにしよう。すごいな。あ、まあ、何チューブでもいい。クマチューブが選ぶ。クマチューブで選んでると。そうですね。めっちゃ選んでます。いい曲だなと思ったら音源上達してきて分かける。そう、あと関連動画とかで見てる。関連動画。横に出てくる。新しいな時代。じゃあこれを見たい、生で見たいという方は、3月の4日にもこのメジャーデビューシングルリリースになる前後、はい、例えば3月の2日、下北沢レグ、フィフスアニバーサリーライブ。明日ですね、3日だ。あ、もう。3日だ。そうだ、3日だ。そうです。ごめんなさい、そうですね。日付変わって今日ですよ。ひな祭り。そうだね。で、しかも、なんだろう、もうずっとライブやってたんですよね、この2月。そうなんですよ、ずっとインスタライブ。今日も、はい。今日もやってきたんだ。明け始めました。お疲れ様でございます。お疲れ様でした。で、明日はですね、下北沢の、レグのフィフスアニバーサリーライブ、ドールズフェスティバルオブレグ。はい。あゆみくりかまき、まなにのりさ、翼フライで。はい。6時半から DJ タイムで、はい、あ、これ2スタイル両方やるんですよ。そうなんです。特別に明日は、今日か、今日は特別に、そうだ、開けてくるから、年中時10分から、はい、下北沢レグでもちろん行われますと、はい、いうのと、若干チケットも残ってるので、はい、ぜひ来てほしいですね。はい、開けて今日でございます。はい、そして4月の26日日曜日にワンマンライブがあって、はい、僕らの熊魂2015、いよいよ初ガツオが美味しい季節ですよね編、はい、はい、会場の、渋谷 WWW で行われますが、はい、ね、なんとなくスッと流されそうになりますけど、カツオは海の魚ですからね。美味しい季節が、魚かなやからね。もう多分サクサクで、はい、見てるとかいう方もいると思うんですけど、うん、ありがとうございます。多分この説明聞かないとなんだかわからないけど、3人すごくなんだろう、熊っぽい人が出てるなって思ってた人いると思いますよ、きっと。アーティストだってことですよね。そう、いいね。石田さん3人じゃない、あ、3と3と、そうや、あゆみさんすいませんでした。忘れてた。ちょっと気を抜くと、じゃあ、あと松井さん、さっき可愛いって圧倒されてますけど、いや、しょうもない質問なんですけど、はい、好きな魚は何なの？あー、クマじゃないですか。そうですね。順番誰から言いますか？じゃあ、ちょっと歌いたいの、あ、マグロです。クマもマグロね、まあ、クマといえば、あ、ごめんなさい、ヒラメです。全員海の魚なんだ。絶対クマが一生食べずに終わるやつばっかりですけど、まあ、その他ですね、詳しい情報はひらがなであゆみくりかまきで検索していただくと、はい、大丈夫ですので、とりあえずライブの時はですね、首折れるんじゃないかっていうぐらい首振ってますから、ヘドバンめっちゃします、ね、すごいしてますよ。ファンの方も一緒にしてくれるんで、そうね、とりあえずですね、体には十分気をつけて、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、これのゲスト、あゆみくりかまきの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうか、皮膚なんで。そうです。私立レナ学院キリッツで着席、私立ルナ学院。このコーナーは、私、松井ルナがすっげえと思ってるものや、熱いと思ってるものをレポートとして発表するコーナーです。はい。吉田先生、今日もよろしくお願いします。はい。じゃあ、それじゃあ、今日のレポートなんですが、まずはテーマなんですか？はい。今夜レポートするのは、妖怪ウォッチ2です。妖怪ウォッチ2ゲーム ?2 ゲームです。はい。アニメではなく、今日はゲームです。ゲーム。はい。ちなみに、これ、ハードなんでしたっけ？これは 3DS です。3DS。はい。は、3DS で、じゃあまずじゃあポイントから聞いていきましょうか。はい、まずポイントその1は、ポイントその1、やり込み要素がすごい。 3DS の、まあ言ったら子供向けのゲームなんですよ、うん、なんですけど、こうメインストーリーが終わってもまだまだやらなきゃいけないこうクエストがあったり、友達メダルという、こう妖怪ジバニャンと友達になったとかあるわけです、うん、そのメダルがメインストーリーを終えてもまだ半分も集まってないんですよ、うん、
私現状 25% しか集まってなくて。待ってください待ってください、はい、確かあの日本でも有数の忙しさを誇る松井玲奈さんなんですけども、はい、やってますね。あの細かく時間を使いながらかれこれもう60時間オーバーですよね。やってますね、でも、はい、終わらないんです。ほう。でこうミニゲームもあったりとか、延々トンネルっていう距離がどんどん、日々入るごとに伸びていくトンネルがあって、そのトンネルの中でこう鶏がいるんですね、その鶏に話しかけると、なんか君は僕のお母さんを食べたね、美味しかったかどうか教えてみたいな質問されるわけです。怖い、めっちゃ怖いんですよ。そういう夜中とかにやってるともう怖くてしょうがなくて、子供向けなのか子供向けじゃないのか分かんないんですけど、まあ、そういうやり込み要素がですね、特にたくさんあるんですこのゲームは。でもしかもやり込んじゃってるってことですね。やり込んじゃってる現状。はい、じゃあ続いてのポイントは、はい、ポイントその2は、話や、さっきのあんまいい話じゃなかったんですけど、さっきのちょっと怖いんですけど、怖い話だったんですけど、これはいい話で、はいはい、ジバニャンって、まあ、メインのキャラクター赤い猫がいるんですけど、有名ですね、ジバニャンは実は磁爆霊なんですね、で、まあ、その磁爆霊になった理由は、飼い主のエミちゃんっていう女の子が死んじゃった時に、ダサって言ったのがショックで、それが心残りで磁爆霊になってるんですよ、でもその後に後日談みたいなものがありまして、でその話では実はそのダサって言ったことは、その仲良しだった自分の大切な猫がこんなことで死んでしまったのかっていうその悲しさをなんかこう自分に言い聞かせるというかごまかすために、ダサなんで死んじゃうんだよっていうその後の言葉が実はあったっていう話があったりして、そういうのをこうやってるとなんかなんてひどい話だと思ったわけですよ。飼い猫にダサって言ってしまう女の子、でも実はそれは感情の裏返しだったっていうことが分かったりして、あのうっかり泣きましたね、ゲームやってて。そこまで深読みしている。じゃあ今夜のまとめを発表していただくと、はい、今夜のまとめは、妖怪ウォッチは大人のゲームだということです。松井さんが大人のテンションでなかったことだけちょっと、補足させていただきたいと思います。次回も期待しますよ。よろしくお願いします。さあ今週のエンディングテーマ、滝川アリサさんのシーズンが聞こえてまいりましたが、もうあっという間にエンディングですが、明日以降のミュージックプラスは明日がゲストに、あのボカロ P のラストノートさんが来て、でそしてアシスタントはもちろん田所あさちゃん、そしてあさって水曜日は吉澤佳代子さんが来て、で木曜日の声優プラスに茅野愛さんが来るという、今週でございます。女子多いですね本当に。でれなちゃんの今週のお仕事としては、はい、明けて明日水曜日ですね。あ、そうか、はい、AKB48 39枚目のシングルグリーンフラッシュが発売されます。歩みくりかまひとの正面対決、そうなんです。シャケシャケシャケとの、はい、あとですね、同じく水曜日テレビブロス発売します。3月の6日金曜日はビッグワンガールズ発売です。同じく3月6日は、月刊 MDN という雑誌がありまして、デザインとグラフィックの総合情報誌なんですけど、乃木坂46 のジャケット写真ができるまでという特集を組んでいただいていて、とても興味深い内容になっていると思うので、ぜひご覧いただけたらなと思います。一歩踏み込んでる感じですね、はい。でそしてあの僕いろんな書店さん回ってますけど、今週金曜日に大宮のジュンク堂さん行ったりするのと、あとですね、代官山蔦屋書店、ウィリアム王子が、行った後にですね、僕が行きます。柴智則さんっていう音楽ライターさんと3月の13日に対談しますんで、今よかったら代官山の蔦屋のホームページで予約始まりましたんで、よかったら見てみていただきたいと思っております。ということでこの時間のお相手は日本放送アナウンサーの吉田久典と SKE48 乃木坂46の松井玲奈でした。歩みくりかまき気になるよね。はい。